本番いきます。よー、カメラオッケー、音オッケー、ヤシオッケー、よースタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボラボ監督です。快適な装着感とハイクオリティなサウンドを両立させたバージョンアップ、オープンイヤーヘッドホントゥルーフリーゼロに紹介します。こちらでございます。表、裏、サイド、開けていきます。トリセツアプリはここから。おお、なんか高級感が漂ってますね。触り心地、あ、ツルツルしてていいですね。なんだろう、この目でも楽しめて食感も楽しめる、この部分だけツルツルしてます。そしてここタイプ C の充電口、では開けます。オープン。おお、いい、相変わらず軽い。重さ 9g、 2つ合わせると 19g、 ケースも含めると 71g。 ではつけます。あー、いいですね。耳を覆わないタイプ、こんな感じです。ちなみになんですけども、監督こちらですね、トゥルーフリー02というわけで、今回ですね、実は01もレビューしてましたので、はい、こちら、ワイヤレスイヤホンでございます。まず持った印象としては、めちゃくちゃ軽い。こんな感じでございます。興味がある方は、動画詳細欄をご覧ください。オープンイヤーの快適装着感。こちら、オープンイヤー型のイヤホンというわけで、開放型です。耳道を密封せず、長時間の着用でも、不快感を感じづらい仕様です。人工光学に基づいた設計と、肌に密着するシリコンイヤーフックを採用。不快感は全然ないですね。イヤーフックの角度を耳に密着させ、メガネをかけている時でも、とても快適な装着感です。というか、つけているのを忘れてしまう、そんな感じです。心地よい肌触り、ニッケルチタン、記憶合金と液体シリコンの組み合わせにより、肌のような柔らかい食感と健康で耐久性のある性能を兼ね備えております。おお、今パワーオフって聞こえたんですけど、立体感、臨場感がすごい。本体片耳はわずか 8g ととても軽く、時間への圧迫感を最小限に抑え、長時間の装着でもその存在を忘れてしまうほどです。本体は IPX5 の防水仕様のため、水しぶきや雨滴、運動中の汗にも耐久性がございます。臨場感あふれるオーディオ体験、 15mm の大口径ドライバーと独自の音域強化アルゴリズムを組み合わせることによって、従来のオープンイヤーでは得られないクリアな高音と力強い低音を体感することができます。どこにいてもまるでコンサート会場にいるような感覚を味わうことができます。最大約22時間連続再生。このオープンイヤーイヤホン、連続再生時間最大22時間、イヤホン単体でも約 6.5 時間、充電ケース使用で 15.5 時間使うことができます。音楽や動画を長時間楽しんでも、頻繁に充電が切れる心配をしなくても大丈夫です。また急速充電にも対応、たった15分の充電で約2時間使うことができます。片耳での連続再生時間は約 6.5 時間、日常の通勤通学、出張、旅行にも最適となっております。Bluetooth 5.3 搭載、全世代と比較してより低い電力消費、高速なデータ転送、安定した信号伝導を実現。ケースにつけるだけですぐ充電をすることができます。また AAC オーディオコーディックに対応し、より高音質な音楽を楽しむことができます。2台同時接続、スムーズな切り替え。 Bluetooth で普段音楽を再生する際、スマホや他のデバイスとペアリングすることもできます。これにより重要な電話を逃したり見逃したりすることはございません。通勤、仕事、運動時に十分な利便性を発揮します。豊富なアプリ機能、専用アプリ、トゥルーフリー。こちらを使用することによって、イコライザーで自分好みに調整することができます。低音の調整、音質スタイル、自由にカスタマイズが可能です。また、マルチポイント、接続機能を備えており、2台のデバイスを同時に接続することもできます。この取説に書いているアプリを入れていきたいと思います。こちらですね。はい、では入りましたので、こちら、いきます。オープンイヤーデザイン、完璧なオーディオパフォーマンス。いろいろと機能がありますので、見ていきたいと思います。アプリに入る。
はい、登録完了しました。許可。ではデバイスに接続していきたいと思います。接続ギャトゥルーフリー02と。では自分の YouTube 見ていきたいと思います。本番いきます。よーい、カメラ OK、 充電音いいね、ヤシ OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボロは監督です。いいですね。じゃあちょっとアプリでですね、どんなことができるのか見ていきたいなと思います。接続成功。体験を始めます。はい、タッチコントロールも購入する、有効にする、ゲームも、おゲームもコントロールパネル、おこれで自分好みに設定することができます。まあ普通に音量上げるでいいや。クラシック、高音域の強調、低音強く、低音低く、電子音、クラシック、ポップ、ロック、フォークソングといろいろ聴覚テスト、聴力感度をですね、選択をちょっとやってみようか。おお、長押しで次の曲、いいね、反応もいいね。バージョンアップ02というわけで、こちらオープンエアーと言われるですね、密着型よりも音質はやはり落ちてしまいますけども、この密着感がないので本当にね、頭振ったとしても全然落ちなくていいですね。はい、オープンイヤー、イヤホン、いかがだったでしょうか。他にも 76MS 低遅延ゲームモードだったり、 ENC 通話ノイズキャンセリングも搭載してますので、クリアな通話品質を保ってくれます。また抵抗性電音技術を採用し、音漏れを効果的に低減もしてくれます。商品いかがだったでしょうか。もし興味が出てきましたら動画詳細をご覧ください。また今ならクーポンコードも発行してますので、ぜひこの機会にゲットしていただければなと思っております。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。ちょっとバッテリーがトゥルーフルー、トゥルーフリー、ゼロにクリアな通話通信、平行性、こうやって運動しながらとか、どうした、カラーリングもとてもいい。